ピンクマントを知ってるか？自慢じゃないけどね、私実際に見たことあるよ。どこで見たんだ？裏通りだったような、ジャンク通りだったような、どこだったか忘れちゃった。とにかくマントが衝撃すぎて、それ以外はさっぱり。じゃあどんなやつだったかも。そうだね、マント以外は顔も背丈も覚えてないな。そっか。なんかごめんなさい。いや、教えてくれてありがとう。ヤマトちゃん、なんだ、家に帰ったんじゃなかったのか。あ、いや、お前こそまだ秋葉原にいたのか。ちょっと気になる話を聞いてさ、秋葉で情報を集めていたんだよ。それよりヤマトこそさっきから何してんだ。ゲームマーズ覗いてたり、モニター眺めてたり、今度はトレカでも買いに来たのか。ちげえよ、たまたま通りかかっただけ。じゃあな、今度こそ本当に俺は帰る。こんな場所で何やってんのよ。朝日さんもヤマトさんも帰ったんじゃなかったんですか？あれ、奇遇だな。俺は少し用事があっただけだ。ゲームマーズやカードショップに行こう。だからそれはたまたまだ。たまたまね。朝日こそ何してたの？いや、ちょっと気になる話を聞いてさ。それでピンクマントの噂を追いかけてたんだ。わあ、リュウたちと一緒ですね。私たちも調べてたのよ。やっぱり気がかりだったからね。半分以上はカフェでケーキ食べてましたけどね。へえ、サキもカフェとか行くんだ。何よ、私だってするわよ、それぐらい。とっても楽しかったです。ケーキ美味しかったし、ピンクマントの噂も聞けたし、充実した時間だったわ。どんな噂を聞いたんだ？わかったのは、背が高いってことね。え？背が高い？俺は背が低いって聞いたんだけど。リユたちと反対ですね。どういうことでしょうか？なあ、取り込み中悪いけど、今日はもう解散だよな。俺、帰るぞ。ちょっと待てって。せっかくだし、このままピンクマントを探そうぜ。あら、朝日のくせにやる気じゃない。なんかさ、嫌な予感が消えないんだ。萌えの件もあったしな。萌えさん、朝日さんのお知り合いでしたもんね。俺は帰るぞ、じゃあな。だからちょっと待てって。朝日、今日は解散よ。だから続きは明日にしましょう。え、さっきのくせにどうしたんだ。いつもなら今から妄想を壊すわとか言うだろう。いいのよ今日は。それじゃあお疲れ様、ヤマト。お疲れ様でした。ああ、じゃあな。じゃあ俺も帰ってゲームでもしようかな。朝日、あんたは待ちなさい。は？作戦開始ですね。ああ、なんだ、一体どうしたんだ。そろそろかしら。サキ、やっぱり妄想球に向かって行ったっち。ありがとうピンくん。じゃあ行きましょうか。出発進行ですね。出発ってどこに？ヤマトを尾行するのよ。あんたも見てたんでしょ？見てたって何を？アニメ関係のお店の前で興味津々だったヤマトさんをですよ。やっぱりどう考えても中二の妄想とヤマトは関係しているわ。ああ、そういうことか。だからヤマトを一人で。さ、追いかけましょう。でも、なんで一人で？それを確かめに行くなよ。
具はちゃんとこまめにしておきましょう。ヤマトが入っていったぞ。正解だったみたいね。この妄想はヤマトのものだったのか。まだわからないわ。ただこれで無関係とは言い切れないわね。でもさすがに一人じゃ危ないです。急いで追いかけましょう。妄想球に入るっち。オイラはを発見っち。はっ、逃げるなら敵は3体しかいねっち。負けるわけないっち。楽に行こうって。やるだろ。どうしたっち。2体しか倒れてないっち。お宝の匂いがするっち。さっさと探せっち。雑魚ども。もうあの子一人で無茶しちゃって。仕方ないから助けてやるっち。はいはい、ヤマト待ってろよ。くそ、俺は絶対に負けない。一人で無理すんなっての。え、なんでお前らが。作戦成功なのです。だから、なんで。説明は後よ。さあ、一気に片付けるわ。敵を3体発見し、先手のチャンスっち。ラッシュラッ、やるだぜ。これでもラッシュ。はぁ、これで全部か。皆さんで一緒に戦うとやっぱり心強いですね。ヤマト、あなたが何かを隠そうとしているのは知っている。だけど無理をしたらダメよ。うん、まあありがとな。じゃあお礼に聞かせてもらおうか。お前が一人でここにいる理由を。この妄想はお前のものなのか。ねえヤマト、やっぱり話したくないの。あいつは知ってたんだ。あいつ、フードの男、イザナギ教え。あいつは俺しか知らないことを知っていた。時が満ちるとか、古の傷がとか。違う、それじゃない。ただ知っていたんだ、あいつは。それ以上は話したくないってことね。まあいいわ。ここに来たのは彼の正体を知るために。ああ、そのつもりだ。分かったわ。それなら奥へ進みましょう。え、一緒に行ってやるって。皆さんで京也さんに会いに行きましょう。何、不満なのかしら。そうじゃん。よし、じゃあ行くか。
いたぞ、あいつだ。おい、やはり時は満ちようとしているのか。世界を綴りし少年よ。なあ、あんたは何者なんだ。なんであの言葉を知っているんだ。我は時の観測者。知っていて当然だろう。それならこれは知っているか。遥かなる緑の大地、アナスタシアに伝わる伝承。聖典に刻まれし七つの大罪がもたらす災厄。そして悠久のかけらに触れし時、八つ目の罪は目を覚ます。やがて訪れる破壊、世界再編への序章となるだろう。変わる世界がまとめしは、冷たい光か暖かな闇か。生きとし生ける者が願いしは、不変なる平和か歪なる革命か。誰が王を裁けるのだろうか。誰が神を裁けるのだろうか。裁きに意味はあるのだろうか。裁きに意味などないのだろうか。残された無欲、終わりと始まりの選択。さあ選ぶがいい。それが世界再編の道しるべになるだろう。こいつら一体何を。ねえ、何がどうなってるの。世界を綴りし少年よ、汝が選択せしは、終わりか始まりか。古の傷に触れし時、在りし日の青き衝動に何を求める。俺は終わりを求める。やはり不完全な目覚め。時は満ちたと言えるだろう。最王に君臨せしは、希望だけではないと知ってのこと。ああ、俺が終わらせる。いいだろう。さあ、進め。世界を綴りし少年よ、古の傷に触れ、そしてその手で最後の審判を下すがいい。当然だ。どうしてくれるみたいですね。一体何が起きようとしているんだ。わからないわ。ただ何かが起きようとしている。なあヤマト、お前一体何者なんだよ。うるせえな。俺は俺だ。何者でもねえ。それよりこの妄想を壊したいんだろ。だったらさっさと進もうぜ。おい待てって。行きましょう。アサヒ、妄想を壊せるチャンスだわ。ああ、だけどいいのか。その体重、暖かな光が荒くこと。扉を突き破るっち、オイラの前を歩く。扉を進むっち、ここから来たのにっち。敵がいるっち。どうするっち。
扉を発見ち。ノコ。奥まで進んだわね。あと少しかしら。油断するんじゃねえぞ。この先に何があるんだ。そこにあるのは終わりと始まりだけだ。ヤマトさん、どうしちゃったのでしょうか。何を隠しているのかしら。本当にただの16歳の少年なの。世界を綴りし少年か。もしかしたら扉を進むっち。気をつけて進めっち。敵がいるっち。どうするっち。お宝の匂いがするっち。さっさと探せっち。いろいろショップっち。何か補充しとくっち。セーブするっち。上書きに気をつけろっち。